でですす田中です今日はピンポンパールをこの30センチ水槽で飼育するための準備をしていきますので参考にしていってくださいね。では、早速やっていきますよ。まずはブクブクするんですね。エアレーションですね。酸素供給ですね。魚にとっては酸素一番大事ですからね。では、ピンポンパールは高い温度が大好きなのでヒーターで温度を上げて26度にして飼育すると良いと思います。 白天病などの病気予防にも26度設定が良いですよね温度設定がダイヤルで調整できるものだとより良いですよ次にろ過器を設置していきましょう今回使用するのがスポンジ型フィルターですスポンジ型フィルターはコストがかからなくて手軽に使えて掃除も簡単で初心者にもおすすめだと思いますよ僕も金魚にスポンジフィルターを使って使用していますけど とってもメンテナンスが楽で使いやすいです。使用する前は軽く水ですすいで洗ってください。設置方法は簡単です。先ほどのブクブクエアレーションのホースを上部の中央部分に差し込むだけです。エアーストーンをこのスポンジフィルターに変えるだけです。どう簡単でしょうまずは付属のパイプにエアホースを通して、それから差し込み口に差します。 パイプを使用しないときは直接刺してください。この不足のパイプは、水 D を読める効果と水を上に持ち上げる能力が高くなるので、土下能力も少しアップします。あれ、あれれれ浮いてますよ。そうそう、空気が中に入ってると浮力が強くて浮いてしまうので、水中の中でスポンジを軽くもみもみして水を吸収させてください。 これでヒーターとろ過器とを設置完了しました。とても簡単でしょう。そうですね。これなら僕でも簡単にできそうです。僕が簡単にできるんだから、初心者の方にも簡単なので、ぜひお試しあれ。アソーソーヒーターは、この30センチ水槽には、50ワットで良いと思います。ろ過器も、10リットル用のろ過器を使用してください。では、次に水道水の中には、有害な塩素が入っていますので、 その塩素を中和してなくしていきましょう。いわゆる、カルキ抜きっていうやつですね。どのメーカーが良かった、良いとか何を使ったらいいとかありますか別にメーカーや商品は気にしなくても、カルキの機材ならどれでもいいと思います。とにかく水道水の中には、頻度にとって有害な塩素を取り除くということが大事です。 あとはお好みのメーカーやビタミン剤やミネラル剤が入ったものを使用するのも良いですね。次にバクテリア剤を入れていきます。バクテリア剤は金魚のうんちやおしっこの有害なものをきれいなものに交換してくれたり、水をバクテリアの力で綺麗にしてくれるための種となります。各メーカーからいろんなものが出ているので、基本的にはとえを使っても良いと思います。 値段や使いやすさ、手に入れやすさなどを考慮して、お店で選ぶと良いと思います。このバクテリア剤を入れることによって、あのスポンジフィルターのスポンジに生きたバッテリーが住み着きます。そのバクテリアたちが水を害な綺麗な水にしてくれます。続いて照明を設置していきますね。ライトです。ライトがあると金魚が綺麗に見えます。綺麗に見えるためだけに使うんですかい,いえ。 ライトを使うことによってお日様の代わりになるので、明るい時は代謝が上がり、ご飯をたくさん食べてくれます。ライトを消すと暗くなり、夜が来たということで、静かに体を休めることができます。そしてこのライトが金よりおすすめのライトです。金魚の赤がとても綺麗に見える金魚ライトです。赤い熱帯魚にもおすすめです。金魚のライトっていうのがあるんですね。 金魚が綺麗に見えるんだったら僕も使ってみたいですねアクセルチャンネルライトをつけることによって魚が綺麗に見えるって最高ですねいいことばっかりで絶対につけた方がいいですよねでもね、ライトをつけることによってデメリットもあるのよなんですかデメリットですかライトをつけることによってみんなが大嫌いな苔が生えてくるんですああコケですか、それは嫌ですねコケは大嫌いです それでもちゃんと照明時間を調整してやれば苔を抑えられますよ。だいたいどれぐらい時間つければいいんでしょうかもちろん長くつければ苔が生えやすいんでしょうけど。そうね。水草が入ってなければあまり長くつける必要はないので、自分が干渉する時間に合わせてなるべく短めにすると良いと思います。つけたり消したりを繰り返すのはあまり良くないと思います。体内バランスが崩れるので、 一日このまま放置して水を作ります。翌日となります。では、届いたピンポンパールちゃん紹介します。主役の登場ですね。かわいいピンポンパールですね。今回は一匹ですけど、大事に育てていこうと思います。では、ピンポンパールを袋ごと水槽の中に浮かばせて水温合わせという工程を行います。 水温合わせとは買ってきた袋の中の水の温度と水槽の中の水の温度が一緒になるようにすることですね。そうね。温度のショックをなるべくなくすことが、とても金魚や魚にとって大事なことなので、絶対にやってくださいね。そらちゃん、そらちゃん、だいたいどれぐらい行えばいいんでしょうか。そうね。冬場だったら温度差がある場合が多いので、30分とか40分とか長めで、 温度差があまりないような季節の場合は15分とかで良いと思います。今回は温度差があまりないので15分ぐらいで完了しました。では次に袋の口を開けて水質合わせという工程を行います。水質合わせですね。水質合わせというのは先ほどの水温合わせと同じく 水槽の水質と袋の中の水質が違う場合にショックを受けさせないように同じような水質に合わせる作業のことですねそう水槽の飼育水を少しずつ時間をかけて袋の中に足していきますだいたい10分間に一度とか15分に一度とかそんな感じでいいと思いますこまめに少しずつやるとより良いでしょう あんまり長くしても、魚に負担かけない程度の長さにするといいかもしれないわね。袋の中がパンパンになったら、一度半分ぐらい捨てて、また次足してやるといいですよ。最終的には、袋の水が倍になるぐらいまでやればいいと思いますよ。らちゃん、ここまでで何か注意点ありますかそうね、いろいろあるんですけど、一番やっちゃダメなのが初心者でよくある。この時点で餌をやることですね。 餌はやってはいけませんよ。まだ来たばっかりでこの環境に慣れてないのもあるし、体調が万全じゃないのにご飯を食べさせるという行為は、体力も使わせることになるので、今やることは静かにストレスなく、ゆっくり落ち着かせることが大事ですね。初心者の方はどうしても餌をあげたくなるですよね。その気持ちはよくわかりますけどね。我慢我慢ですね。アクソルチャンネル。では、 水温合わせと水合わせが終わりましたので、これからピンポンパールちゃんを水槽の中に入れていこうと思います。さあ、どうでしょうか。今回は袋の水ごとを入れていきますね。おすすめは届いた水が汚れてたり、薬が入ってたり素性がわからないので入れない方がいいと思います。元気に泳いでいますね。今のところは無事に導入できた感じですね。導入に失敗すると、 2、3日後に病気になったり、餌を食べなかったり、体調を崩したり、いろいろトラブルが起きます。まだまだ安心しないで、様子を見ていきましょう。特に導入直後は白天病にかかりやすいので、気をつけましょう。白い点々が出てきたら、白天病だと思っていいです。白天病にかかったらどうしたらいいんでしょうか白天病の薬を買ってきて、水温を28度にして、1週間ほど様子を見ましょう。 それで今回のピンポンパールちゃんはどんな感じの子なんでしょうかそうそう。今回のピンポンパールちゃんは外国産です。性別はわかりません。サラサガで白が多いので、私が気に入りました。そういえば砂利とか水草とか石とかそういうものは言えないんでしょうかなんだか寂しい感じもしますけど。そうね。寂しい気もするけど。 ピンポンパールちゃんは結構金魚の中では難しい方と言われていますので、水質管理や温度管理や汚れなど、いろいろなことを考えてあまり余計なものは入れなくて、シンプルに清潔にするのがおすすめだと私は思います。特に初心者の方や初めての方はシンプルがいいと思いますよ。そして慣れてきたら徐々に水草入れたり、石入れたり砂利入れたり、 少しずつバリエーションを加えていくと良いかもしれませんね。では、ここで金魚のライトをスイッチ入れて、ちょっと変化を見てみましょう。ああ、やっぱり全体的に赤っぽくなりますね。赤い金魚はよい赤くなって綺麗でしょうね。あと最後に、ピンポンパールの飼育ポイントとして、餌をあまり多くあげない方が良いと思います。 フレーク状の体に優しそうな金魚の餌を少しずつこまめにやって、転覆病とかならないように、少しずつ大きくするようにするといいと思いますよ。なるほど。体が丸い魚は転覆病になりやすいってよく言いますからね。そうなんです。ピンポンパール難しいけど、とても可愛い金魚です。皆さんも一度飼育にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回は可愛い可愛い、ピンポンパールちゃんの飼育方法をお伝えしました。 最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではバイバイ。バイバイ。